どうもオナです。私はですね、今マレーシアのクアラルンプール国際空港に来ています。それでここからね、東京の羽田に向かう予定なんですけども、今回はね ANA を利用する予定です。まあ、なんでね私がこれ ANA 利用するのかと言いますと、私ね今年2017年 ANA の、プラチナ会員を目指していまして、それのねちょっと追い込みということで今回ねこれ乗ることにしました。その動画についてはまた個別にします。そのね ANA の上級会員になり方とかね、あと ANA のプレミアムポイントの貯めた方とか、そういったのはね個別に動画上げます。なんですけども、この動画ではあくまでも、ANA のね搭乗レビューというところをお伝えしようかなっていうふうに思ってます。ちょうどね今2時間半前ということで、チェックインカウンター空いてると思いますので、早速ねチェックインしてみたいと思います。ちなみにね今日はね平日なんですけども、なんと日本がね労働感謝の日ということで休みだったんですよね。なんでね、クアラルンプールでね日本人で働いてる方、駐在の方っていうのは非常に多くてね、おそらくその方々が明日、金曜日なんですけども、そこを有給にしてねこう一時帰国するような人たちも多いかもしれないですね。昨日ねオンラインチェックインして座席ちょっと見たんですけど、ほぼ満席でした。平日でね結構ガラガラかなと思ったんですけども、ちょっとそこはねなんですけども、仕方ないですよね。実際乗ってみないとねどれぐらいの搭乗率かっていうのは分かんないんで、とりあえずチェックインしてみたいと思います。こういったクアラルンプールのから出てる ANA とかはね、僕のイメージとしてはもうね日本人しか乗ってないイメージなんですけど、どうですかね。そんなにやっぱり大きくはないですね。カウンター、ここは F カウンターになりますね。ではねここ早速チェックインしてみたいと思います。サクッとチェックインすることができました。今回なんですけども、実はね妻と一緒にね東京に向かう予定なんですけども、妻はねビジネスクラスです。僕はねエコノミークラスです。なんでねこんなやつを組んだのかと言いますと、僕の場合は、プレミアムポイントを貯めたいので、どうしてもね普通の航空券をお金出してね購入したんですけども、妻の場合はね別に今回は上級会員とか目指してないので、というのもね、SFC カード持ってればね家族会員で、妻もゴールド会員にすることができるので、僕一人だけね目指しています。なので妻の場合だともうマイルでねビジネスクラス取った方がいいかなっていうふうに思って、今回ねそんな感じになりました。なので先ほどねビジネスクラスのチェックインカウンターを利用させていただいて、サクッとねチェックインすることができました。イメージ的には日本人ばっかりと思ってたんですけど、意外とね現地の方もいっぱいいました。それが驚きました。あとねツアーの方とかも結構いましたね。なんか僕のさっき言ったイメージだと本当にねもうイメージで悪いんですけども、駐在員の方が多いイメージだったんですけど、全然そんなことは今見た感じだとなさそうでしたね。それでねスタッフの人も日本人の方がやってると思ったら、意外とね現地の方がやってて、英語でねこう対応する形になりました。なんで日本語多分おそらくそんなに話せないと思います。はい、そんな感想です。というわけでこれから出国ねしてみたいと思います。出国すと荷物検査を終えることができました。ここのねマレーシアの空港はかなりね荷物検査甘いというか、ほとんどねピーってねなってもね全然素通りできるみたいな感じで、今までないね国際線の荷物検査でしたね。ちなみに先日はね、先日というか数ヶ月前に、ここのターミナルではないんですけども、エアアジアとかともねもう一つのクアラルンプールの空港のターミナルがあるんですけども、そこでねキム・ジョンナムが殺されましたよね。なんでちょっとね厳しいのかなっていうふうに思ったら、全然そんなことはなくて全然甘かったっていうね。これはねまたねなんかそういった事件が起きてもおかしくないような予感がしますけども、それは置いときましょう。これからねちょっと時間もあるので、ここの空港自体ねいっぱいねいろいろあるんですけども、もう今回はラウンジでね休もうかと思います。ラウンジにやってきました。ANA のラウンジはクアラルンプールにはなくて、そこの間と連携するプレミアムプラザラウンジっていうところ、結構これね香港とか、確か香港系の会社だったと思いますね、台湾とかマカオとかにねあるようなラウンジなんですけども、そこで、ANA のこうビジネスクラスとか、あと上級会の人は滞在することができます。ちなみにここはねプライオリティパスでも入ることができるので、
まあ、私は今回プライオリティパスで入りました。ただね、あんまり食べ物とかもそんななくて人もすごい多くてね、まあ、今日はね、まあ、最近コーラ飲みすぎたんでね、ちょっとね炭酸水で我慢しようかなっていうふうに思ってます。それで後ろに見えていただけば分かるんですけども、今雨降ってるようで絶好のフライト日和とは言えないんですけど、まあ、こんな感じでね ANA があります。おそらくあれに乗って、まあ、羽田空港に向かうと思われます。ちなみにね、ここからクアラルンプールから成田便もねあります。関空とか名古屋は残念ながらないです。まもなく搭乗開始となりそうなんで、ゲートの前に向かいたいと思います。まあ、ANA の、ね、国際線、まあ、乗ったことはないことはないんですけども、ほぼ乗ったことないに等しいんでね、全然ね知らないことばっかりで、添乗員キャビンアテンダントとかね、日本人 100% なんでしょうかね、全然わかんないんですけど、まあ、そこら辺をね皆さんお伝えできればなというふうに思ってます。こちらがゲートになるんですけども、まあ、ゲートに入るところで本格的なね荷物検査を行われるようですね。まあ、このタイプたまにあるんですけど、すごい嫌ですね。やっぱり早くね荷物ね検査を済ましてほしいですね。ゲートの前にやっと来れました。荷物検査を終えてね、それで今回乗る機体があちらになりますね。そんなに人もねいないようなんでね、どれぐらい今回乗ってるんでしょうかね。まだ結構満席のような感じはしますけどもね。機内の中に入りました。まあ、ちょっとねトイレ行きたかったんでトイレに来たんですけども、今回窓際の席取ってるんでね、まあ、横にお客さんも多分いると思うんで、トイレに行けないかなっていうふうに思ったんで今ちょっとね来ました。もう完全にね中入ればね日本な感じがして、ここクアラルンプールですけどもね、すごいびっくりしました。キャビンアテンダントの方もほとんど日本人じゃないですかね。もう 100% というぐらいな感じでしたけども、はい、トイレはちなみにこんな感じで、まあエコノミークラスは別に何も特に何もないシンプルな感じのやつですね。じゃあトイレ済ませて座席に着きます。今回も 30A という窓際の座席で、機材がボーイングの787になりますね。まあ、333の座席になります。はい、それでまあ結構お客さんも乗っているので、今回はほぼ満席のような感じがしますね。いつもだとね横に妻がいるんですけど、今回は完全に一人で、妻はビジネスクラスって感じですね。妻と今回ね一緒に入ることができたので、まあ、ビジネスの時にねちょっと早く入ることができました。こんな感じでクアラルンプールから東京に向かいます。ちなみに座席にはね毛布と枕がね ANA の色をしたやつですね。特にアメニティとかは置いてないようですね。ANA は出発前に入国カードとかね、税関の申告書を配ったりしてます。日本人の東京羽田行きに86便をご利用いただきましてありがとうございます。こちらのみで大丈夫です。この飛行機は ANA とスターライアンスパートナーのコードシェア便でございます。この便の機長は鈴木、新幹線は千葉でございます。ご用がありましたら遠慮なく客室乗務員にお知らせください。後ほど自動設備をご案内いたします。皆様ご覧ください。ご搭乗ありがとうございます。これより機内の安全についてご案内します。May we have your attention for the following safety instructions?荷物は座席の上の物入れ、または前の座席の。それではね、飛行機クローズしたので、これからね東京に
買います。ちょっと見えるかわかんないんですが、あそこにはねボーイング747ジャンボですかね、うん、あそこにもう使われてないと思われる機体がね置かれてますね。あれはもうこれから処分するということなんでしょうか、それとも他の航空会社にね売ったりするということなんでしょうか、ちょっとわかんないんですが、ああいう風になんか墓場みたいになってますね2台ではね、まあ、ここから ANA は滑走路に行って飛び立つようですね。
切りになってますね。これはまあできればね長くしてほしかったですね。結構 ANA の機内食はエコノミーですけどもレベルが高いですね。サーモンとかね入ってたり、この器もまあ普通のねあのなんか機内食じゃなくて、まあ、プラスチックになってますし。
午後9時42分です。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。この入れを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この先電波を発する電子機器もご使用にありますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお伝えください。飛行機は国際線ターミナル108番ゲートに到着する予定です。皆様、今日も ANA とスターアライアンスパートナーのコードシェア便をご利用いただきましてありがとうございました。皆様の次のご搭乗を乗務員一同心よりお待ちしております。羽田空港に到着しました。まあ、総括についてはまたね、外で話したいと思います。機がまだ整備している状況でございます。出発機が出るまであと2、3分、かかるということでございます。しばらく、改めて出発のことを通知をお願いいたします。皆さんもご理解に感謝いたします。ありがとうございます。Ladies and gentlemen, hi, this is Captain speaking from the flight. We are waiting for the departure traffic that is occupying our parking gate. It takes about another few minutes.羽田空港に着いたんですけども、5分ぐらいね、もうずっと機内の中にいます。まあ、パイロットの方のアナウンスだと 2,3 分とか感じだったんですけども、もうちょい待ちそうですね。夜10時なんですけども、今ねこの時間の羽田空港は混んでるようですね。羽田空港に到着しました。羽田空港ね、顔認証のゲートができてて、それ使ってみたんですけど結構良かったです。あれね、登録しなくてもいいってところがポイントですよね。日本のパスポートをお持ちの方なら使えるので、ぜひとも皆さん使ってみてはどうでしょうか。まあ、それで ANA のレビューなんですけども、やっぱりね安定してますね。 ANA は国内線、まあね、ANA はよく利用してるんですけども、まあ、それのまあ国際線の延長上という感じでね、まあ、機内食もね美味しくいただけましたし、ビジネスマンばっかり乗ってると思ってたんですけど、日本のね海外の方が乗ってるのがちょっと意外でした。まあ、というのもあれですよね、 ANA って日本発で結構高い値段で出してますけど、航空券ね、海外発で意外にねちょっと安く出したりするんですよね。そういったところがあってか、まあ、利用してる人が多くて、まあちょっとねそれはねいい意味で安心というか、まあ、別にね ANA の経営を心配してるわけじゃないんですけども、びっくりしましたね。はい、まあこんな感じで ANA 東京からならね、ミャンマーのヤンゴン、プノンペン、バンコク、クアラルンプール、シンガポールとかねいろいろ出してるんで、ぜひともね皆さん利用してみてはどうでしょうか。まあ、特にね英語はあんまり自信ない方とかはね乗ってみるといいかもしれないですね。ほとんど日本人の、ほぼ 100% 日本人のキャビンアテンダントだったんじゃないかな。もし外国人の方がいるのであれば、かなり日本風にカスタマイズされてるような感じがしますけれども、日本人にとっては使いやすい航空会社だとなっていると思うので、ぜひとも皆さん利用してみてください。この動画がね面白かった、役に立ったという人はぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またね、私ツイッター、インスタグラム2つのもやってますので、ぜひともこちらの2つのフォローもよろしくお願いします。最後に私ねブログにもいろいろな情報載せているので、ぜひともブログもチェックしていただければと思います。まあ、こんな感じで ANA でクアラルンプールから東京に来てみたというね動画を終わりたいと思います。それでは。